おはようございます。6月23日5時48分になりました。相場解説になります。実は 2、30分前相場解説やってたんですけども、ちょっと山里くんが早起きでね、雑音がかなり入りましたので撮り直しております。今またお休みになっております。で、今回ですね、先日来からちょっと上の方に向かうよというふうに申し上げて、いたんですけども、で昨日はね、111円の方に行くよってことまで申し上げました。これはなぜかというと、早めにチャンネルラインをね、でデイリーのチャンネルラインを発見できたから自信を持ってこれが言えたわけなんですよね。それから起点となるポイント、このゾーン、これが引けたことも重要なポイントだったかなと思います。こちらの方を中心に今日はお話していこうかと思います。では画面を切り替えます。はい、デイリーですね。デイリーの方は申し上げたように、こういうふうに右肩上がりのチャンネルラインが早めに私は引けてたんでね、自信を持って右肩上がりだよということができました。で、こちらの方なんですけども、昨日申し上げたように、下に到達する前に反転する可能性があるということで、まさにそうなったかなというところですよね。で、もう一つ起点の話ですけども、この黄色いところ、ここをぶち抜くかどうかがポイントなんですよ。ここをぶち抜いたら111円に向かっていくんですけども、ここに弾かれて、チャンネルラインが、まだね、右肩上がりとは言いつつ、111円以下のところが大きいですから、まだまだ長引く可能性もあるかなというところで見ております。じゃあ次の時間軸いきますよ。4時間です。4時間なんですけども、おかげさまでここはね、超えましたね。おかげさまでっていうのも変ですけども、下に勢いをつけて上に大きく V の字を書くように抜けたということなんで、今度はここを抜けるかどうかになってきます。現在争点になってますよね。だから今日中にこれをブレイクするのか、それとも跳ね返って下の方にもう一度戻って、で再度ここにぶつかってね、 W が右辺が強いを完成させるのか。 W が右辺が強い、覚えてますか？こういう時に使うんですよ。 W が右辺が強いを使っていくのかどうか、楽しみに見ているところがありますね。111円に向かうのかどうかでございます。では1時間軸です。私たちは1時間でエントリーしていきますから、昨日の段階でエントリーできた方は、私はバイとしか言ってませんから、バイでエントリーして今大きな含み益を取っているんではないかなと思います。当然ですけども、ここがポイントになってますからね。ここに力点がありますから、ここに弾かれて一旦、押し目を作るのはもう今更言うまでもないかなと思いますので、一旦ね、ここで、利確をしたんではないかなと思います。ここで利確しなかったらちょっと傲慢ですよ。利確してくださいね、半分だけでも。で、利確すると今度は突き抜けた場合は改めて入ればいいわけですよ。で、反転した場合はそのリスクを軽減することができますので、おそらく押し目はですね、まあもうお分かりのことだと思いますけど、この辺で作られます。ここまで下がって上がります。ここまで下がって上がると、そうすると111円に向かうルートが完全にできるかなっていうところですね。今日はそういうところを見ていけばいいんじゃないですかね。いかがだったでしょうか。今日はだいぶ見やすくなったんじゃないですか。ずっとね、今まで伏線を張って下地を作ってきましたから、なんでそういうふうなことが言えるのか、なんでチャンネルラインが右肩上がりと言えるのか、なんでここで反転していけるって言えるのか、これが全て今日で回収されたんじゃないかなと思います。ということでね、これを総決算して全部が正解だったら111円が実現するのが今日、明日、もしかしたら金曜日の夜ということになるかもしれませんね。それでは本日は以上です。